山、東京伝像、三東京伝文化13年9月7日は、江戸時代後期の浮世絵師、下作者。浮世絵師としては、北尾正信と合し、無蔵祭、北尾無蔵、ら、正信、北尾京伝正信、三東正信とも合して、完成元年まで活動した。作画期は安永7年頃から文化12年、前後であった。完成の改革における出版統制により、 手ぐさりの処罰を受けた。現在の銀座一丁目に喫煙用の小物販売店、ケイヤを開き、自分がデザインした紙製タバコ入れが大流行した。江戸花、京橋名取さん東京殿造場と、蔡エリヒツ18世紀本名は岩瀬聖。一説に拝殿または拝田。京教科名を磨る折、タスクと号した。陽名は仁太郎。通称は、京イや殿蔵。 または、たぐら。字は、白喜び。後に、鳥星。下作号として、三島安、三島屈、三島県三ら三氏、ムササビ沖な、聖火、早戸と、落郷鎮人、韓国、菊亭、菊健菊家帝、聖祭、聖時、聖夜老人と合図。江戸深川の出身。後に、京橋銀座一丁目、さらに道所東側。 この店でケイヤと言って、キセル、紙製タバコ入れなどを飽きない、その傍ら下作も著述、ご反省はこの方面で活躍した。父は、岩瀬伝左衛門。母は、大森氏。妹絹、弟、愛志郎、合間作者の山、東京さんは実定。公表し、教科作者の黒飛歯器部は実枚。青年時代には、長唄と三味線を、 堺町の松永坊に学び、絵画を北尾重政に学び、北尾正信と合し差し絵や西絵を描いた。また、十八大通の一人と言われた浅草倉前の札差し文魚と信仰があり、吉原に遊んで家に帰るのは月のうち後、六日に過ぎなかったとも言われている。江戸生。 浮気のかばやきの主人公が色男を気取る獅子花の能楽息子じろ郎だったために、当時吉原では色男を気取るうぬぼれ屋をじろ郎と呼ぶのが流行した。西絵はほぼ天明年間に集中し、完成3年以降の京殿の作品はほとんどツタや重三郎、鶴屋右上門が版元となっている。 京伝の豪刊は特に挿絵の面白さが魅力で大変な人気を誇っていた。交渉的な仕事、風俗絵巻も残している。関西元年観光の起病子、黒白水鏡で作者石部こと吉見と共に学校として筆貫を得て、次第に画壇から遠のいた。弟子には三頭取り継げ、三頭頭すらがいるが、後に、 極低馬金の入門を断ったように弟子は取らなくなった。仲間と飲み食いをする際に当時は代表者1名が総額を支払うことが一般的であったのに対し、総額を出席者の等数で均等に割って感情を済ませることから、そのやり方は強殿感情と呼ばれた。今日割前感情と呼ばれる支払い生産方式の祖と呼ばれる山。 東京殿の友人でもあった極定馬金は、京殿が臨職であったり、金を惜しんだからではなく、仲間との間の金銭による、もつれを嫌ったこと、炭鉱を望んだためだと書き記している。新吉原の花魁を見受けし、制裁としたが死去したため、再び見受けし5妻とした。1816年56歳で死去。東京都墨田区両国の栄光院に、岩瀬聖母。 岩瀬百樹の墓、岩瀬氏の墓がある。法名は弁誉れ近い、京殿神事。京殿が没した翌年、弟の京山が、戦争時境内に、つえ塚の石踏みを建立した。衣装図案のパロディー、古問雅話本文の出典。代表執筆者の聖の五十音順本文の客中に、ないもの、発行年順提供者の五十音順。ありがとうございます。